知ることでゲームは楽しくなる。今回はソールズベリーステーキの解説です。さて今回はソールズベリーステーキですね。こちらはフォールアウト3から登場し、その後もニューベガス476と続投している食品アイテムで、フォールアウト4の主人公の自宅の冷蔵庫をはじめ、連邦でも様々な場所で見かけることができます。ただこれがどんな食品なのかわからない人もいるかもしれません。パッケージを見るとどうやらソースのかかったハンバーグに付け合わせがついている料理という感じですよね。ちょっといいファミレスでハンバーグを頼んだら出てきそうな雰囲気です。ということはアメリカではハンバーグのことをソールズベリーステーキと呼ぶのでしょうか。まずはアメリカにおけるハンバーグに対しての文化から見ていきましょう。実はアメリカではハンバーグという食べ物はあまり食べられていません。そもそもアメリカではいわゆるハンバーグはパンに挟んでハンバーガーとして食べるものであり、名称もハンバーガーパティが一般的です。もちろん日本のようにお皿に乗せて食べることはありません。バーベキューなどで焼かれるハンバーグっぽいものもつなぎも何も使わず、ただ塩コショウで味付けして丸めただけのひき肉です。ハンバーグステーキはかなりハンバーグに近いですが、こちらもつなぎはほとんど使われていませんし、料理としてもマイナーです。似たような料理で言えばミートローフがありますが、こちらは見ての通り調理法が全く異なりハンバーグとは呼べません。ミートボールなんかもありますが、こちらも別物ですね。さらにアメリカ人の中にはハンバーグという言葉自体を知らない人もいるそうです。もし日本のハンバーグをアメリカ人が見たら、パンはどこにあるんだい?と聞くでしょう。また英語でのハンバーグという単語自体がドイツの都市であるハンブルクと同じであり、ハンバーグという言葉自体がややこしいという側面もあります。このようにアメリカではハンバーグという料理は一般的ではありません。ではソールズベリーステーキはどうでしょうか。ソールズベリーステーキは日本でいうハンバーグにとてもよく似た料理です。日本のハンバーグとの違いで言えば、ナツメグを入れないことや混ぜ物が少ないこと、豚肉をほとんど使わないことですね。またレストランなどでは牛肉 100% で作り、パン粉を入れないのが一般的なようです。ただその製法には厳格な基準があり、パッケージ製品として出す場合は細かな決まり事があります。まず重量に対して最低 65% の肉を使い、そのうち豚肉は 25% まで、脱脂牛肉などを使う場合は 12% まで、脂肪分は 30% 以下で、牛心臓以外の内臓を使ってはいけません。増量するためのパン粉や小麦粉は 12% まで、大豆タンパクは 6.8% までという感じですね。この基準をクリアしていなければソールズベリーステーキという商品名をつけてはいけません。次はソールズベリーステーキの生まれた歴史です。南北戦争の最中、兵士たちがご馳走として食べていたのはビーフステーキでした。しかし脂身の多いステーキは消化が悪く、多くの兵士が下痢に悩まされてしまいます。そこで赤身肉を細かく刻んでステーキのように焼くという料理が考案されました。これを考えたのがソールズベリー博士です。そしてこの料理はハンバーグステーキと呼ばれました。これがハンバーグの誕生です。しかしその後の第一次世界大戦でハンバーグという名前は使われなくなります。なぜなら敵国の中にドイツがいたからです。ハンバーグはドイツ語です。そこでアメリカは発明者であるソールズベリー博士の名前を取ってソールズベリーステーキという名称に変更しました。これがソールズベリーステーキの誕生です。こちらはハンバーグに比べれば今でもそこそこ有名で、特製のソースをかけて食べるのが一般的なようですね。なおフォールアウト4の舞台となるマサチューセッツ州の北にはソールズベリーという町がありますが、名称の由来はソールズベリー博士で、この町は関係ありません。そろそろフォールアウトの話をしましょうか。フォールアウトシリーズではパッケージに入れられた加工食品としてソールズベリーステーキが登場しますが、これは現実のアメリカでも同じで、様々なメーカーから販売されています。ソールズベリーステーキの方はアメリカではまだ一般的な料理なんですね。
フォールアウトの作中で印象に残っていることといえば、フォールアウト4の主人公の戦前のセリフです。ソウルズベリーステーキ、グレードは A+。 このセリフの中やパッケージにあるグレード A+ ですが、これは私が調べた限りでは分かりませんでした。ただおそらくとてもいい商品なんでしょうね。他にも連邦の BOS では、勤務時間が終わればソールズベリーステーキが食べれるというセリフもあるようで、戦後の世界でもそこそこ人気のある食品のようです。考えてみれば、戦後の世界ではたとえ戦前の加工食品であろうと、まともな肉を食べる機会はありませんよね。保存量たっぷりの戦前の加工食品と考えれば、何年たとうが味はそこまで落ちず、本物の牛肉で作られたステーキともあれば、誰にとってもご馳走なのかもしれませんね。ただ個人的な感覚で言うと、バラモンステーキと210年前のソールズベリーステーキならバラモンステーキを選びます。アイテムとしての効果は戦前の食品の中では割と高い方で、フォールアウト4では HP30 回復と肉詰めと並んで優秀です。さらに汚染されていない場合は HP60 回復と十分な回復アイテムになります。 DLC で追加されたフードプロセッサーでも作ることが可能で、必要アイテムは牛肉の代わりのバラモンの肉、付け合わせのトウモロコシとシルトビーン、パッケージ用のプラスチックとなります。最後にですが、フォールアウト4に登場するソールズベリーステーキにはメーカーがあり、その名称はサドルアップ。カーボーイのシルエットが印象的ですが、こちらも食品メーカーであるということ以外は何も情報はありません。というわけで、ソールズベリーステーキの解説は以上です。次の食品動画でお会いしましょう。